これはクレソン。クレソンはね、肉食うとき食うといいらしい。血液サラサラになる。この着火ウッドを下に入れちゃえば多分つくと思う。いいね。これ多分バーってついて炭入れて網を引けば調理できますね。炭をね、何個か入れとけば安定するんで。へえ、いやー、いいね、楽しい。10時ぐらい寝るやろな。飲み出しが早いもん。5時からなんだから夕方の。これちょっと氷入ってるから怖いかな。乾杯。まあ、こんだけ静かで、まあ、雨降ると思ってたけど今のところ降ってなくて、まあ、たまにパラパラって降るぐらい で夏やけどそんな暑くもなく、まあ、最初ね設営で汗だくなったけど虫もそんないなくて、で人も平日で僕から見える目線には誰もいなくて、めっちゃいいな今日。今日めっちゃいい。今日めっちゃいいわ。このクリスマス的な鶏肉、ただねちょっとやってもうたんが、アルミホイルに包んで焼こうと思って、アルミが車になくてね、アルミが車にない、まあ要するに忘れてきたんですけど、なのでこれもうせっかくのこういうクリスマス的なね、このこうやって食うタイプのやつなんですけど、切って焼くしかないと、まあ、いうことでまな板で切って焼いていきます。一口大に切って、もったいない、せっかくこれ手でこうやって食うやつやのに、まあもも肉やからな、どっちにしろメリークリスマス的にね。オーストラリアだったらそうですからね、焼きたいなと思ってたまたま売ってたんで買ってきたけど、アルミホイル忘れちゃったよ。ありがち。サワークリームスパイスで焼いてみよう。あえて、あんま使ってないけど結構美味しいんですよ、このサワークリームスパイス。よし、絶対うまいやつ、オイサワークリームスパイス。サワークリームスパイス肉に合うんかな。まあまあまあ一回食ってみてね。
待って、塩コショウも一応しといた方がいいな。サワークリームしてるとはいえ。かけすぎやろ、どう見ても。今の。よいしょ。鶏、焼けたんちゃう？絶対うまいよ、これ。引き続き焼いていくやつや。あ、サワークリームスパイスやっぱうまいな。うん、うん、いいね、サワークリームスパイス。こっからちょっとね、サロンの方にライブ配信しようと思ってるんで、 YouTube は一回止めますけど、いい時間になってきたな。しかし、うん、何がすごいって、氷がこんな熱いのにそんな溶けてない。久々ゴリゴリバリバリソロキャンプなんで、別にそんな何かを伝えたいことがあるわけでもないし、とにかく伝えたいことがあるとしたら、俺のゆるーい一日なのかな。けど、スープもどっか行ったし、どっか、あ、これか、これをまず入れて、中に入りましたね。ちょっと待って、めちゃくちゃ楽しいな、この状況だって。これね、テントの中こもって
なんか麺、ラーメン食ってみたいな。Thank you.